くない？いい賞です。え、めっちゃ可愛くない？これ顔変わるんだよね。顔、え、ちょ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 、もういろいろ見せたいものが多すぎて、ちょ見せるわ。てかな、今日久々に、今日は美容デーでした。髪の毛と松葉と行ってきた。もう松葉もうやばい、寝すぎてやばいんですよ。え、マジ可愛くない？髪サラサラになってきた。ラストワンじゃないんですよ。可愛くないですか？まさかの。そう、いいやねんな。かわいいやエーションはフィギュア、フィギュアですね。カワだよね。サラサラ、明日公園行く。毎日が美容でどういうこと？ガイラジヤホー前髪切りました。切ったぜ切ったぜ。そうやねん、ハートやねんこれ。ほらハート、ハートっす。可愛くない？頑張ってください。あと、さっきスタンプを集めてゲットしてきたの。回ってきたセブン店員さんに笑われた。なんかワンピースこれ集めたんですけど、ワンピースのカードありますかって言ったらみたいな、ちょっと待ってくださいねみたいな言われて、じゃーん、シールもらったうれしみです。25周年一味頑張ってください。どこか行ってた？え、これはもうマジ適当ワンピースだから、これはね。そうなんですよ、めんどくさい時用です。やばくない？小さな変化に気づいた、ナイス。うん、なんかね、スタンプはなんか4つだけでいいよね。コンプ1000でも4つでいいの。だから4つゲットした。投げてないんですけど、どうやったらこうやって取りますか？投げて、さすがに最高じゃない？うん、それな、怖いね。ハートになったり怖いよね、こうやって夜中こうやってなってたら。確かに。アニオハセヨン、ウフフって笑われて、なんか、うん、絶対ね。でもね、なんかこっちからしたらさ、必死じゃん。なんか先着100名様だから必死じゃん、こっちからしたらね。え、ありますかみたいな、なんか先着100名様って書いてあるんですけどみたいな言ったら笑われましたね。あるよみたいな感じで。無事ゲット、ゲットゲット。冷蔵庫にたくさん貼りたいと思います。ワンピース、ワンピース、確かにそうだよ。てか4店舗以上行ったよ。だってね、5店舗行ったんやけど、なんか最後の1店舗、最後から2番目がの1店舗がブルックが2個2人だって。ああ、もう最悪と思って、お店行ったら、ああもうブルック押してるよみたいな思って。タオル、タオル、ファイル、めっちゃ黒髪。え、でも染めてないよ今回は。染めてないです。
だからまた9日から9日からセブン巡りたいと思います。またね、明日、あでもレナ的には久々じゃないか、2日ぶりでも結構なんか間が空いた気がする。なんか仙台とか行ったからさ、間が空いた気がする。飛ばないといいだけど、振りが。え、マジで冷蔵庫にシールを貼るのが本当に一人暮らしの楽しみだから、マジでマジこれ一人暮らしの、もう一人暮らしというか、なんかもうレナの楽しみ、今のもうレナが生きてる意味って感じ。それは言い過ぎなんだけどそうなんですよ。そう、ダメなの、あったの、こんなに種類がいっぱいあるのにさ草やめて深いね、知ってるよ。弟とかもなんか兵庫で回してたらしくて、そう、かぶってるやつとかがあったらもらおうっていう感じですねおもろいよね。結婚して、結婚していいよ。じゃあチョパエモンだから、すごくねすごいよね。そう、あるんですよ、あるからね。そうなんだよね、なんかシールのためだけに冷蔵庫をもう一つ大きい冷蔵庫にしようか迷ってるね、自分の名前シールは確かに。ガチのシールだけど、ガチのシールだけど、裏の説明の紙も貼ってるから、なんかなんで裏の説明の紙貼ってるのみたいな。お兄ちゃんとか引っ越しで冷蔵庫やってくれたんだけど、なんか何してんのお前みたいな、なんかなんであんなシールの貼り方しとんみたいな言われたけど、剥がす時にちゃんと綺麗に剥がれるように考えて貼ってるんですよ、私だってねはい、ちょマジ見てほしくてよくこれはもう可愛いですよね。アクリルスタンドですね。これは冷蔵庫には貼れないんですけど、まあいいとして、なんか使えるものが今回多かった気がする。くじ、実用性があるやつですね。コースターもありますけど、なんか見せたらあかんっぽいから見せんとこ見せんとこは釈迦可愛くな、マジで可愛いんですけど、まあでも前回のくじのステッカーが可愛かったんですよね。ステッカーが今回はあんまり可愛いけど、なんか前回の方が可愛かった。前回ニカだったからステッカーがっていうお話イエーイ、ジャバエモンが可愛いですかわいいですね。この子をどこに置こうか、やっぱここかな、一旦置いとくか、ここに一旦置いとこう。一旦ね、なんか怖いね。でもなんかこうずれた時にさ、こうずれずれって落ちた時に目がハートになってるみたいな、なったら OK、 いいじゃん、いい感じ。え、ビニールからね出すけど、なんか今はもう後で出そうと思って全部まとめて、ビニール取りますよちゃんと。そうなの、うん、かわいいよね。左利きですよ私、左利きなんですよ。ありがとう、左利きでよかったね、滑り落ちるときにさ目が黒になったらめっちゃ怖くない？これ今わからない人、知らなかったら、この状況をこういうものなんだって知らなかったらね、
嬉しい、嬉しいです。福スタは冷蔵庫の上か、でも冷蔵庫の上ね電子レンジ置いてんの。電子レンジって扉こうじゃん、だから置き場所はもうあそこが一番映えるんですけど、どうしよう。あ、でも換気扇の上とかありかもありだ、そこにしよう、換気扇の上にしよう、あの料理のやつの上、それにしよう。なんか実家もね料理の換気扇の上にあのいっぱい置いてんの。なんかお母さんがスターウォーズ好きだから、スターウォーズなんちゃらみたいな、いろいろ他置く場所ないしな、テレビ台の上とかいいよね一人暮らしっていろいろ悪さできるから。家だとさ、こんなの置かないでとかお母さんに怒られるじゃん、誰冷蔵庫にシール貼ったのとか怒られるんですけど、はい、ちょっとね一人暮らしの特権を使って、ちょぱいもん目変わるの、ハートになる、何やめてください。え、洗濯めっちゃすんの、なんかわかんないけど洗濯はめっちゃするね。もうこのこんなん全然使わないのね、こんなんとか使わないんだけど、マジでなんか目に入ったら洗濯しちゃう、久々に洗濯するかみたいなとか、普通にこういうクッションとかも洗濯します、なんかわかんないけど。でもチョパイモンするかな、チョパイモンしないと思うどうだろう。左利き感一緒なとこが多い。え、油っぽくなるの、え、そうなの、知らなかった、じゃあやだな、なら嫌だな、確かになんかホコリとかつきそう。けどあそこが一番いい気がするんだけどな、他にないんですよね置く場所が。今日大富豪やってないな全然。え、油になるの、そうじゃんそうだよ、身長がないんですよ、そうだ、台ないよ、届かないわ、届かないわ、背伸びしても届かないね、届かないですね、届かないわえ、届くかな、届かないです多分多分届かない、だってお母さんに言われるもん、バカみたいって、なんか冷蔵庫見たらバカみたいって言われる、あんたバカねみたいな、あんた何この冷蔵庫バカみたいって言われます。はい、結婚していいよ、綺麗好きとかではないけど、結婚していいよ、綺麗好きとかではないんですけど、でもなんか洗濯しようってなる。あ、でも逆、なんかあれかも、一人暮らしでなんか洗濯物が少ないから、まずだからなんかこれで回すならクッションとかも一回洗っとこうみたいな感覚で回してる、感覚的には、洗わないとみたいな感覚じゃないよさすがにね大富豪楽しいよ、レナ大富豪めっちゃハマってるんですけど、今対戦しようぜ、呼ばないと発動やめて、やだいやでも多分届くよ、だってジャンプとかして置けそうじゃん、置けそうじゃない、ジャンプしてチョンって置けそうだから置きます。え、ありだな、棚買おうかな、でもあるんだよね、あるんだけどなんか引っ越してから棚を整理してなくてやばいんだよね、なんかぐしゃぐしゃでやばい、やばいです、ぐしゃぐしゃ、ちゃんと片付けないとやばい、おもろいそうなんだ、そうなんだよね、なんかそうそうそう、なんか多分一人暮らしじゃなかったら別に家だったら全然そのままほったらかしにしてる、クッションとかまず使わないしいいかみたいな、インストールできない、え、なんで、大富豪絵合わせ何それ、バブレットもう登録できるのかな、え、わかんないけど私はねしてます、登録、え、マジで楽しみなの、バブルめっちゃ楽しみ、そう少ないからね、そうなんだよね、これ洗っとくかみたいになっちゃう、目こちしたくない、結婚していいよ、ちょっとちょっぱいもんが見えるようにずれた、ジャンプしても痛そう見えるよ、見えるのは見えるんだけど遠目からね、だから
サクッと200ずっと大富豪やん、すごっ。え、どうしよう、やろっかな。でももう40分か、迷うね。明日やろっかな、明日は公演終わりに。バブじゃないか、大人レナですからね、よろしくお願いします。レナもシークレット出ないんだよね。イベントが絵合わせ、あーなんかやった、あれね、なんか2枚しか弾けないんだよね。そう、2枚しか弾けなくて、あー日本じゃないと対応できない的な。257ありが、え、270、え、あ、257か。ビビった一瞬。ね、ここみんなんかみんなと対戦してる気がするね。 SNS ね、やりたいよね。なんかメールだとなんか今からするねみたいな、例えばレナが35分に40分から大富豪するねみたいな送るとするじゃん。でなんかメールのエラーとかマネージャーさんとかこのメールは送れませんみたいになった時にできないっていうね。それがね、なんかあれなんだよね。もう一回メール送んないとってなるから。へえ、弾けるんだ、適当に弾いちゃってた。大富豪、かぎれなが今から大富豪やるらしいですってね。レナもね、あの企画言うか、じゃあ今からやるって言っといて、何分からやるから言っといてって間違えたね、焦った。え、アイコンってさ、どうやって出すの？レナも欲しいんだけど。アイコン毎日弾けるのかね。みんなココミンすごいな。え、みんな、え、すごっ。タイムラグがひどい、そうなんだよね。なんだけど、山口さん言うけどね。なんでココミンでしょ。あ、そっか。え、でもさ、大富豪のあのコメントのとこでしょ、時間何分とかあるのかな、何時何分みたいなある、何時何分みたいなあるかな。便利な方は、いやいや本当にね、本当だから。いつも決めてんの、何分にやりますって、何分にやるねって。アイコンガチャ、え、何それ、欲しい、ガチャ引きます。 X もメールも今すぐに発信っていうのはできないですね、研究生は。そうなんですよ、案外大変。まあ、ブログとかもそうだけど、まあ、ブログはねあれだけど、アイコンガチャいっぱい引いちゃうのか。髪の毛がサラサラだからです。でもね、なんかサラサラだと思うじゃん、でもよく見たらさ、見て、アホ毛とかあるんですよ、全然あるの、ほらわかる、アホ毛あるの、あるんだよね。そうだそうだ、バブルは、そうだわ、すぐに送れる。だね。確かに。大富豪やるってできるわ。できるわ。自分コイン使っても関係ないか。おやすみなさい。かわいい、ほんとに、嘘。嘘。あるね、ラグ、ガチャの一番下か。引こ、引きます、アイコンガチャ、結婚して、やおー、大富豪の、あの、あれだわ、バブルラグなしです、かわいい、ありがとう、チョパイモもかわいいでしょつるんつるん、やめて言い方、つるんつるん、多分ラグないですね。
電気当たってるからだよ。近くで見たらね、全然アホギャル。アイコン見よう。バブルはないんですよね。だから例えばあの結婚して、いいよ。例えばレナがなんか例えば例えばなんかスタンプラリー全部いけたぜ、パシャ送るみたいな。いやこの質問、この説明いらないか、さっきので別に分かってるかみんな。とかなんか今からご飯食べたよとか、みんなの例えばレナがなんか質問返すねってなったら、みんなが例えば今日はレナ朝ごはん何食べたのとか質問来たりすると、それに返せるの。レナが今日何食べたんだよってって感じ。あとね、なんかライブ配信かなんかもできるみたいな書いてあった気がする。多分チョッパイモンとかキューモンですね。ありがとうございます。へえ、アイコン装備したいね。自称ルームでした。登録方法、え、なんかね書いてあったよ。登録方法教えられない人なんですけど、なんかね書いてあったよ、いろいろ。多分わかんない。わかんない。結構ありがとう。振らない代わり、振ってもでしょ、振っても登録でしょ、振らなくても。いや振って、振らないとかないから。やってきた。時間ね制限なかった気がする。あるっけ、どっちだっけ、なんか説明書みたいな、なんだっけな、なかった気がする多分。え、なんかライブ配信もないみたいな、わかんない、あったっけ。え、ちょっと見ときますね、また明日あの開始時間までに。そう、ポテレナ見れる。無事でもなんかね一言とかでも送れるから、そう、写真とかもいっぱい送れるし、うん、あ、動画もね送れるのか。知らないんかいって感じだよね。なんかね LINE と X の間みたいな感じかな。インスタっていうより、でもインスタでも写真も動画もダメね。インスタと X と LINE みたいな感じかな。メールとはまたちょっと違うみたいな感じかな。なんで今日は いつもそんなに可愛くない。可愛いしてるよ。10時から始まってるってことはまだ寝てるんじゃない。確かに明日は制服の面に備えて、まあたくさん寝たいと思うので。開始時間にちょっと遅れるか分かんないんですけど、はい、やってみよう。トリマ、え、なんかねアイメイクはなんかちょっと薄めですね今日。マツパシしたからアイシャドウ上に塗ってないです。さすがだね。おーおーおお、深夜に先生起こされるの、起こされるやつ。いやわかんない、でもなんかできるようなできないような、できるようなできないようなみたいな、なんかそんな感じだった多分。でもできたらね楽しいよね、みんなには迷惑だけど。結婚していいよ。今日チキンライス買った、冷凍の。なんか卵がいっぱいありすぎて、でもなんか自分でケチャップでご飯作った方が絶対に美味しいって思ったんだけど、なんか今卵がもうありすぎて買っちゃったけど食べれるかな、冷凍だからいっかと思って買っちゃった。お母さんと電話しながら買っちゃったって言って買っちゃった。えね、ちょっと X もインスタもできるようになるじゃんきっと。でも絶対アカウント作んないとなのかな、わかんないけど。でもさ、なんか今やってないからさ、やってない状況にもう慣れてるから、なんかもう全部使いこなせる気がしない。この今回始まるやつもだし、メールもだし、ショールーム、まあ、ショールームはあれか、まあ、メールも今まで通りみたいな感じだけど。
ね、わかんない。バーリーナやめて。いやわかんない、時間制限あるかわからないけどね、わかんないけど。そう、カレーパン食べるよって送るよ。わかんないけど多分ね。結局みんなに通知オフにされんのおもろ。確かに朝に嫌だよね、今から寝るんだよって。いつもかわいい、だって寝る時間減るね。え、嫌だね、なんかみんなと話してたら寝る時間減るよね。キラが一番可愛い、2番目の女なのに。よく言うよね、ほんと。今日のハイライトはここですよ、ここ。生誕、どうだろう、どうだった、見てないんだよね写真。でもなんか生誕のくじを今考えてるんだけど、どうしたい、みんな。みんなのこと聞きたいんだけど、でも大体なんか決めたんだよね、大体。そう、今日破けてんのここ。大体決めたんですけど、なんかみんなどんなくじがいいかなって思って。何がいい、どんなんがいい。いや、なんか絶対それにするとは言ってないんですけどね。言ってないですけど、なんかなんだろう、そう、卵ね、まだあるの、めっちゃくちゃ。もめもちゃんとね送りますよ。どうしようね。で、もばめ減らないよ、大丈夫だよ、ちゃんと送るよ、送ります、送ります。ゆで卵。口パサパサなるじゃん。ちゃんと全部送るから安心してて、安心して。メール減らないよ、大丈夫だよ、大丈夫。動画とか送るよ、動画とか。動画送れないじゃん、メールだったら。今何々してるよみたいな動画とか送りますよ。何時頃、10時とかかな。でもなんかあの SKE メールと一緒で、なんか登録してから見れるやつだから。そうなんだよね、なんか昨日のかきれながどんなの送ったとかは見れないらしいって言ってました。たくさんあるよね。私物か、でも俺ないんだよね私物。なんか何でもいいけどないんだよね、何でもあげれるけど何にもないんだよね、あげれるようなものがね。お手紙とかはいいけど何でもいいよね。ボイス系か、ステッカー、何でもいい、おもろいねえ。初期のレッスン動画なあ、れちょっと公表したいよマジで、世にね。ほんとにおもろいからねマジで。制服止め公演がやってる時、やってるうちには公表したいですねやっぱ。はいって感じだよね。いやいや、レッスン中でやってた方が絶対パサパサでしょ。あれしっとりとか言う人いないよ 100%。 動画送りますね。G の動画、やばい、いるよーみたいな。やばい、 G 出たみたいな、おもろ。昨日じゃない、ついこの間お母さんとご飯を食べに行って、お母さんとご飯を食べに行ったんですけど、外のテラス席でなんか、まあ暑いけど夜だからなんか食べるならここでいいじゃんみたいな感じで食べてたんですよ夜ご飯を。そしたら外だからゴキが出て、でレナが見つけたのね。ねえ、いるわ、いる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 みたいな。で中に移動したんですよ。でその前になんか一匹目見つけて、なんかお母さんがめっちゃなんか騒ぎ出して、もうやばーやばーみたいな。そしたらね、なんか反対側からなんかあのもう一匹違う柄のなんか一匹目が黒と茶色の G だって。んでなんかレナが2匹目見つけた時に、なんかお母さんは全部そいつだと思ってたんだと思うんだけど、レナは2匹絶対違うやつだったの。なんかあの2匹目は真っ黒だって、あのなんかあのちょっと大きさがちっちゃくて、1匹目はなんか色が違くて、
でなんか2匹を一瞬一気に見ちゃって、もう本当に最悪みたいな。でなんか中に入ってお母さんになんかめっちゃいたねみたいな、しかも叫んだらこっちに来たねみたいなお母さんに言われたので、だからさ、いやいやいやあいつら違うよみたいな、 あの人たち2匹いたんだからみたいな言ったら、もうマジでめっちゃなんかチーンってなってた卵、生誕くじ卵にしようかな、賞味期限切れた卵確かに。え、でも午前中は多分私寝てるので、制服の目のリハ前かリハ終わりかなにちょっと送りたいと思います。何時頃だろうな。やだ、チョパイモンやだ、チョパイモンやだ、あげないあげないよ。名札、名札ね、作んないとだもんね。作るか、うわどうしようなどうしようかな。お待ちくださいって出てきたか。え、名札結構みんな言ってくるね。やばいやばい、ちょっと名札多いな。え、なんかプリクラとかもあるんだよね、とかなんだっけな、なんかいろいろあるんだよね。まあいろいろ考えれるじゃん。やばいよね、もう人生さやばいよ。もうなんか、ういるわいる、もうなんか動いたと思って、えっって思ったらもういたーってなった。だから今までありがとう、確かにちやばいね、さすがに賞味期限切れたのは楽しくて寝れない G ブーちゃんやだよ、汚いからやだやだ。うん、ちょっとね明日はちょっと寝ると思うのでね、お昼ぐらいかな。え、プリクラいらないの、いらないか、いらないんだ。一人で取りに行けないよ、だから誰かについてきてもらうえ、いらないの、え、いらないの、なんかみんないるのかなと思ったんだけど、いらないんだ、いらないか、え、いらないの、え、ちょっと考え直そうじゃん、いろいろとか言ったらバレちゃいそうだけど、え、どうしよう、なんか何にしよっかな。え、普通に全然まだ決定してないんだよね、迷い中で、迷い中、なんか迷い中なんだよね。お手紙はまあいいじゃん、多分みんな嬉しいじゃん、お手紙とかボイス系とか動画は、動画みたいな、くじにあるじゃん、動画、動画ダメ、動画系 ABC ぐらいが重要じゃん、結構なんか何にしようかな。そっか、オッケー、オッケーオッケーオッケー、よかった、みんなに聞いて、時間ないけど聞けてよかったです。そう、書き入れだね、めっちゃ動画なの。でも今は大丈夫でしょ、お姉さんって感じするでしょ。あー、やられたよー、チョパイモンの角に。あー、やばい、やられた、チョパイモンにやられました。チョパイモンの角って結構さ強そうなんだから、みな、ほら見て、これ角だからね。えだね、チョパイモンをね、高校の時の粘土で作ったことがあるの、粘土で、その時にあの角を結構見たんですよ。そしたらめっちゃ強そうな角してて、はい、すいません、寝ますね、今日はお風呂に入るねいや、いるじゃんお姉さんおやすみー、おやすみ、また明日ねー、おやすみー、ごめんてほしいね、ありがとう、明日ありがとう、おやすみ、おやすみなさい、おやすみー、おやすみおやすみ、明日楽しみ待ってるね、ゆぶ活してきます、また明日ねー、おやすみー、バイバーイ、おつみじん、またね、おやすみ、おやすみ、おやすみ、バイニャーン、かわいい、知ってるぜ、バイバーイ。じゃあ今日嬉しかった2個、このシールとチョパイモン。あ、おやすみっぴー、おやすみー、キラキラ、おやすみー、明日みんな来てね、バイバーイ、おやすみなさーい。